お疲れ様です。山田ジャックです。始まりました。山田ジャックのお疲れでよ。1時間ちょっとね、僕に付き合ってお耳を拝借させていただきたいと思います。えー、暑いですけどね、今日はちょっとゲストを迎えているんで、ちょっと早くね、えー、いろいろこのイベントをあったんですけどね、皆さん、あのー、山田ジャックのお疲れでよ。選手の、選手じゃあ今週の火曜日ね、2日前に、えー、ね、 あの、集まっていただいて。いや、嬉しかったなあのー、まあ、あの、ヘビーリスナーさんはね、もう相変わらず来てくれて嬉しいんですけども、あの、サイレントリスナーっていうんですかえー、ず,ずっとね、あの、黙って聞いてはった人たちが、あのー、集まってくれて、そして、ミーガールーね、エンディング曲でかけてるミーガールーまで集まってくれて、いや、なんか、盛り上がってね、嬉しかったなーうーん。 えー、ちょっとね、あのー、来ていただいた方からお便り来てますんで、早速読みたいと思います。ジャックさんお疲れ様です。お疲れです。連邦の白っぽいのさんありがとうございます、えー。火曜日は楽しいイベントありがとうございました。参加費が1000円だったので、てっきりラジオと同じ1時間だと思っていたら、まさかの1時間半以上赤字だったのではないでしょうか。 えー、全日本正明さんにもご挨拶でき、さらにはミーガールーのお二人と、えー、記念撮影もさせていただき、とてもアットホームなイベントでした。えー、4周年、5周年、イベントもぜひお願いします。とところでラストのウミガメを聞いていてるき えー「私ウミガメが好き」という歌詞を勝手に私「私カバが好き切り刻みたい」と脳内変換してしまいそれから全く歌詞が頭に入ってこなくなりました。 これね、あのー、僕のイベントでちょっとね、えー、カバーを切り刻みたいという話をしたんですね。うん、次回イベントではミーガールの皆さんにもご協力いただき、P なしでの生演奏、ヘアウォーをお願いします。ヘアウォーはね、雑魚西時代の歌なんですけど、これはちょっと難しいなぁ。いろいろなんかもう、あの、ラジオで流す部分はいいんですけどね、これ一応ね、あのー、あれですよ、クラウンレコードの門になっちゃってるんですよね。 えー、だから多分ね演奏はできないと思いますよ。ややこしいんですよね。さあ、それでは、えー、本日のお話、リクエスト。ラジオリスナーであるはずなのに、ラジオリスナーであるはずなのに、師匠のラジオイベントに全く参加しようとしないかわいい弟子の皆さんに何か一言お願いしますって、あの、聞いてるわけないですよ。弟子なんて。あいつらなんて。あいつら、あのー、俺に会うの怖いですからね。 あの、どうにか俺を避けて、えー、会わへんように、会わへんように、えー、あの、持って行ってますからね。そんな、俺がそんな、一人で喋ってるとこになんか遊びに来ませんよ、そんな。うん。まあでもね、えー、皆さん参加していただいてありがとうございました。また本当にね、4周年、 えー、5周年と続くように頑張っていきたいしね。また本当にこの、徐々に徐々にでいいんでね。この、まだ見ぬ、あの、サイレントリスナーさんがね、勇気を振り絞って参加していただいて、本当に嬉しかったんでね、えー。サイレントリスナーさんもね、えー、こう、来ていただけたらな、ってね、顔を見れて、本当に嬉しかったんで、またお願いいたします。ということで、さあ、行きますか。いいですか。えへへへへへ。 今日はね、呼び込みますね。今日は、あのーね、えー、もうなんて言うんですかね、もう、<coughs> うん、あのー、ま、ある意味、すごく、ね、えー これある意味ここに書いてますけどね、えーえー、師匠のラジオイベントに全く参加しようとしない可愛い弟子の皆さんにって言いますけどね、あの、僕の弟子は僕の言うこと全く聞きませんけど、あの、理解もしてませんからね、大体。でもね、別に指定関係でもないんですけどもね、この方はなんかね、あの、本当に打てば響くというか、僕がなんか言ったら響いてくれるんでね、本当になんかこう、 なんかいいいい関係だなと思っておりますただ僕にはあの全然この人は歯向かってこないんですけども他の人には多分牙をねむき出しにしてる人だと思うんでねその辺のことを聞いていきたいと思いますえー、土曜日「かマンクボの壺」からはいどうもカマンくです皆さん あの、この時間に、あ、あ、あい,い、大丈夫です。そうそう,そう、ね、今これね、カフあげんのも、あの、自分で今、あ、そうかと思ったのと、あの、はい、この今、ヘッドホンがこんなとこについてるんやっていうのはね、<laughs> 初めて知りました。もう、2年近く、2年近くとは言わんけど、1年半はちょっと過ぎてるので、はい。そう,そうそう、なんか、初めて今、知りました。<laughs> ここで、だってここで喋ることももうなも、ね、ないからね、あの、うん マイク2で喋ることがいつもな,ないんで、ちょっとあのびっくりしたとこなんですけど、はいはい、すいません、皆さんこんばんは。いや、もう、かまんくことカーマですけども。<laughs> い<や>カーマは気まぐれ。いやいや、歯向かわないですよ。別に誰にも。歯向かってるわけじゃないんですよ、私の中ではね。反旗をがしてるわけじゃないんですよ。<の>全然違います。あの、勝手にそう取られるだけでね。うん、<laughs> 何の意味も、勝手に、だからこの間も、うん。 あれですよ、なんかあの、たるとこにね、某所に飲みに行ったときに、なんか勝手に私の、こう言ってる言葉を全部、あの、逆変換するんですかね。で、なんかこう言われることとか、あの、ロバの話じゃないですけどね、その。ロバの話。ロバの話めっちゃ響いてますからね、あれ。あ、そういうことあるなと思って、ちょっとね、言ってはったじゃないですか。あの、山田さんロバの話知ってますロバの話。あの、何のことか分からへんと思いますけど、あのね。 知っまあ、まああのー、てたらいいんですけど老夫婦がロバを連れて歩いてたらねある人が、ね、それを見てねなんでロバおんのに乗れへんねんとうんうんもったいないやないかアホちゃうか言ってそうか言って今度は老夫婦がロバに乗ってたんですよねほんな、うん、ま,またそれを見てある人がロバかわいそうやんけ二人でそんな乗ってかわいそうに ほんなら今度おじいさんだけを乗せて歩いてたんですね。ほ、はいうん、うん、だらあのあそれを見た人が「う,んうん、うわあのおじいさんむっちゃ悪いおあの奥さんを歩かせて自分だけ楽してなんてひどい人や」ねうんうん、だ今度あのおじいさんが歩いておばあさんを、うん、あのロバーに乗せとったんですねうん、うん、それを見たた人がまたね。うんうん <coughs> あそこはね、カカア殿下なんですよ。ね。あの、あんな尻に惹かれてかわいそうに。うんうん、っていうふうにね。うんうん、だからもう、どう、どう言っても、うん、言うやつは言うし、言われるんやなっていうことを踏まえて、あの、この時代生きていかなあかんなと思ってるんですね。で、言われるやつですね、うん、私ね。言われますよね。<laughs> 言われてる感じのやつやからね。うん、私はね。まあ、でもそれはね、あ、 そうか、そういうふうに見えるんだなっていうのを、つくづく最近よく思うんですよね。うん、だからこう、あ、見えへん、だから、まあまあこれ、ちょっと前にも言ったんですけど、自分のね、番組にも言ったんですけど、だから見えへんかったら本じゃええんかっていう話じゃないですか。うん、でも、それをうまいこと利用する人は、見えへんように、それ、いいよう、いい人に見えるように生きとったらそれでええっていう話ですからね。うん、だからそれはまあ、その人の選び方やから、まあそれでそれ、まあそれならそれでいいかと思うし、 まあなんかその見えへんように見えるように生きればいいっていう、うん、まあうまいことやってはったらいいんかなと私もそうやっていこうかなっていうのを最近思って悪さは見えへんようにしようかなと思って。<laughs> <laughs> 悪いなもう最近ももう悪さは絶対見えへんようにしようと思ってやってませんそんなことはっていうやってまあのねうよう何言うても「いいえ言うてくださいね」言うてピーってこう張りがねありますよね嘘発見器みたいなやつですねかまんこさんは男200人切りしたって聞きますけどほんまですかやってません いい,ない今ないですから見えてないかもしれんけどね皆さんこれこれこれ今ちょっと見える見えへんな話してるから見えてないかもしれんけどはりはないですよピッて動いてないですから大丈夫大丈夫。大丈夫 <laughs> そういう話ですねこれね <laughs> ああの話すんちゃいます何の話ですかあの、まあ、言っててないですかサビしん坊の話サビしん坊の話,坊の話あの私ここだって今自分の携帯出してね寂ビしん坊で言いたいことだけ1個メ持ってきたんですよサビ、はい、しん坊って皆さんあのあれですよ映画の話ですよ、あのー ね山田ジャックもそのまあ言うともねかまん久、う、保、ん、さんもまあねあの、うん、同世代言ったら、ね、同世代です同世代でいいですか、はい、い,や全然いい全然ですよだいぶしちゃうけどねい,い,いや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 そんなあ八十年代を知ってるというふうにね、うんうんうん はい、思えんか最近その辺のノスタルジーがね、うん、進んできてで、ね、あの大林信彦監督の映画を最近僕楽しく見させてもらってるんですよねあの辺のなんか80年代の大林作品のセリフ回しが内容よりもセリフ回しが好きなんですよねこその辺の時代を生きたねかまくぼさん どう思ってんかなとかね。いろいろこうだからまあ今日のゲストにあたってちょっと大林作品一二本見,見といてくださいよとは言ってたんですね。それを真面目に見てくれたんですか。見ましたよ。<laughs> めちゃめちゃ俺の弟子より素晴らしいじゃないですか。いやいやこれはでもちゃんとやっぱりねお話しするときにというか、はい、まあ私もその本当にその世代なのでやっぱり興味というか、うん、まあ。 懐かしいなっていう気持ちにはなりますからね、はい、どうしてもだからこう見たいなと思いまして、うん、ちょっと見,見させてもらいますた寂しん坊っていう、ね、寂いいでしょあのそうですね富田靖子さんでですねちょっとあの途中わけわからん感じになったりとかするところが多い<う>あのなんていうんですかねそれがこう なんていうんですか感情を表す感じなんだろうなっていう作品なので、うん、ちょっと文学的なって言ったらいいんですけど、うん、芸術性の高いというか、はい、そういう感じがするから、訳がわからんっていう、あの、昔時計仕掛けのオレンジみたいな、うん、あの辺のなんか私はちょっと感覚になるんですよ、ああいう作品を見てたら。ちょっとなんか ある,ある種パニック映画っぽくなるところはありますしねそうですねだからどういうふうに見る人が撮ってもらっていいですよみたいな考えてくださいみたいなこれが正解ですよみたいなのがない作品なんでなんかあ私はこういうふうに撮りましたよみたいなことをなんか後で喋れるっていうのはあるんですけど。 何をメモってきたか言うたら、はい、言っていいですか、ね、寂しいもの <laughs> 一番良かったのはこれ、ねはい、この言葉だったんですけど、はい、佐という字が美という字を音符して辛抱辛抱と歩いている寂しん坊って言うでしょう。<laughs> <しい> <laughs> <laughs> これ一番ええやんと思いましたよ <laughs> マジで一番良かった私あの映画 <laughs> あれお尾身が言うんですかでも尾身も言ったしあの富田康子 さんもなんかそれをこう後ろから見ながらみたいな感じだじったんじゃなかったですか寂し、はいうんサビシンボ自体もなんか。 いむちゃくちゃ来ましたけどね。あの中では一番私は。どのどのシーンがあれですか。いやおみですぎやろと思いました。大林の不意を受けのみち全部出てるやん。出てる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 大林の不意をおみとあのあの岸部一徳好きですね。好きですよね。私もそれ思いましたわ。あなんか。 女の人また違う人同じ人出てんなと思ったことあったんですけど誰かなんか結構同じ人使ってはりますよね脇役とか出うね小林さとみもね小林さとみも転校生でまあ言うたら主役でやったんですけどねさみしん坊でもちょっと脇役で出たりとかねそうやそうやどんだけお海好きやねんってね寂しん坊は勧めないんですかすめでよ <laughs> <laughs> ですよね。あれね、結構なんかね、ほんまにね、なんかそのまあもうね、過去の作品やから、はい、ほぼ言っていいと思いますけども、富田と子スコが言うたらなんかあれな何お,お化けではないんですよね。妖精というかその寂しんぼというそのなんかね異次元の生き物として出てくるんですよね。そうですね。うん、はいで ええそれはどうもおみおみのええおみになってるし名前忘れておみのおお母さんのガミガミ言うお母さんがおるんですよガミガミ勉強せ勉強せあのなる人だ誰でしたっけ名前忘れだけどねなんかよく学校とかのなんかドラマ出てましたよねそのそのそのガミガミ言うお母さんの若い頃ね16歳の頃のあの 化身が出てくるんでそれとあのこういろ絡むおみが息子のおみがね絡むシーンがね結構ねそのもうセリフ回しがそのあの。 もう「お前帰れよ」ってに最初は「お前また勝手に出てくるんじゃねえよ俺の部屋に早く,早く帰れよ」とか言ったらトムとスコが「そんな勉強もできないのに、はい、あのそんなことして <coughs> あの勉強なんかしなくていいじゃん」みたいなことを言ったら「うんうん、お美がナヌって言うんですよ何のっていう言葉とか。<laughs>

私もあの時代を生きてますからしかもね高んこうさん広島やから尾道近いじゃないですか友達いますねそうなんでねはいであの当時のそのね大林が描きたかった残したかったであろうあの町並みとかいいですねそうですね海がすごくやっぱり尾道とかなんでやっぱりあの瀬戸内海っていうかあの情景がすごい綺麗やなっていうのをんか久々にあこんなに景色が 海がキラキラしてるんだっていう、うん、あの頃に戻りたいなっていう気持ちにはなる。<laughs> <laughs> そんなもう、あの悪さ全部隠して、そういうふうに見えとったえみたいなじゃなくて。はい、ほんまに純粋な、はい、そんなこと何も思ってへんねんみたいなところに帰りたいなって思う。時代作品です。あの時代もおみんやったら、ちょっと狙うでしょあれでも、ちょっ ちょっとアホっぽくないですか言ったらいいんですか？これ言ってあかんと。<laughs> ちょっとだろうが。<laughs> なんていうんかな。<laughs> の<辺>その高校生でも。中学生ぐらいでしょあ<ょ>中学生ぐらいの話ですかね。うん、なんかちょっと、なんかこうちょっとちチャラチャラしてるというか。チャラチャラしてますチャラなんかは,じはしゃいでるみたいな。まあ、ちょっとアホっぽいから、うん、私はああいう 人はあんま好きじゃないで。マジですよあのタイプじゃないんですよ。ああ、うん、どう、どう、どうのほうがタイプ。陰キャの方がタイプですよね。陰キャのショタ。それ、今の話。あの頃、私も、あの、若かったんで。ショタというか、まあ、同級生 <laughs>。<同級> <laughs> <laughs> です<よ>ね <laughs> そう、そう、そう、そういうこと。その頃から、もう恋愛対象がもう止まってんですね。<laughs> えっとね、だから。 多分ちょっと寂しぼる話からめっちゃずれますけど、<laughs> いいんですか？多分そういうことを聞いてくれ <laughs> ジャックという声が聞こえてくるから、ねい、どこから聞こえてきて、うん、後ろから聞こえてきてるんですか？マッですか？いやなんかそうですね。だから20代後半ぐらいから、うん、そうん、まあその若い。 若いいいっていう言んかおみみたいなねいやそんな若くないそんな子いかないですけど犯罪やからそんなそんなんじゃなくてあのちょっと年いやいや悪さ言うてもうてるやん見えへんようにしよう思てんの, <laughs> そのだからその、まあ、20代前半ぐらいの方とね同時にお付き合いしたっていうのはありましたえっ20代後半ですよ私は代代後半半のの時に20代前半の方と お付き合いしたたのが、まあ、最初やっでだから初太って言われるんか、まあ、そこまでだから年は離れてないですけどか伝,説す伝説はないですけど <laughs> <笑><笑><も>結構だからその年上の方とそれ以降付き合ったことはないです確かにないでしょ年上と付き合ったことないでしょえっと、ね、自分が二十歳の時に25歳ぐらいの方が最高年上の方やったかなってこう過去を見たらそう思いますかね、うんうん それだからそれ,らそれうんそれ以降付き合ったことはないですはい、えーはい、確かにもう、うん、あとは全部下ですかあとは全部下ですねはいええー、そうですねそ,そっからあれですね。なんかこう周りから「かまんくぼさんはあの若いの好きですね」って言われるそうですねあまあまあ寂しん坊いもに見えてんちゃいます <laughs> <laughs> おね <laughs> そうそうそう,そう <laughs> 見えてる話を今しました <laughs> 寂しぼ坊に見えてるとは思います <laughs> <話が> <laughs> はい本丸とかは知らないですよでも寂しぼ坊には見えてると思います、ね、白塗りしてあんなおみ <laughs> みたいなこの部屋に入りたいですか <laughs> 白塗りしてもええけどね別にどっちでもいいです白塗りしててもしなくてもどっちでもいいですよ あれなんかあれでしょなんかでんぐり返し的な人たちはほ2人で 2> <laughs> <う> <laughs> あのシーンちょっと面白かったんですよそうそういやまあ入りたいっちゃ入りたい、ね、<laughs> 白塗りしててもしてなくても別に入りたいっちゃ入りたい いや見えたらあかんからこれ見える話したらダメですよね見える見,見えるというか<え>本ンの話してるだけ本ンの話本ンの話したらやばいじゃん、はい、ねちょっと本ンの話したらもうちょっとコンブライスがやばいかな、はい、これね <laughs> 答えに来てますよ来、はい、てますか、はいえー、全日本まさわありがとうございますうん、うん、ジャックさんカマンクボさんお疲れ様です、はい、今日も尿素水の近所から放送を聞いています <laughs>、えー、カマンクボさんがゲストなのでお二人にとって、はい、夏といえばこの曲があれば教えていただければありがたいです私は中部の 花火です、えー、今日も楽しい放送ありがとうございますということですけどもはいはいはい、はい、これねちょっとこの前のイベントでチューブの話をちょっとしたんですよはいはいはいそれを受けてね全日本がちょっといじってきてるんですけどねこれあじゃあ,いあにきはったんやちょっとちょっとここでは言われへん話だったんではいはいはい、はいえー、夏といえば、えー、この曲っていうのありますかということなんですけどああ夏休みですかねーチューブやったらねチューブやったらねはいはい、はい あと何やろうなうんと。え、あの、大黒摩季さんの「夏が来る」はい。「夏が来る」でしたっけ?「夏が来る」とかですかね。はい、あとなんか、それこそドリカムの花火、はい、花火やったかなあの夏の花火をね、うんあ。そうそうそう。とかが私はやっぱ世代といえば、あの辺はやっぱり好きですね。バッてかかってたら、あ夏感じるなっていうのは。 はい、なんか店とか入ってねそうは思いますけどね、うん、はいあのんていうんですかそのまあそれこそあ夏中部のあ夏休みとか、はい、あの頃って何歳ですか中学生ですね私中学生ですかはい、うん、中学生ぐらいだった中1中 <laughs> 2ぐらいだったんちゃうかなたはい聞いてましたもん要は 俺も、ね、ああ夏休みが要優先で流れてる記憶があるんですよね、はい、はいはいあの時俺も十18でしたねはいはいはいでコンビニでバイトしてましたけどねうんその時期やったなあの CD のだからそれこそあの今の大きいんじゃなくてはなんか8ミリっていうんですかなんかちょっと、はい、シングル CD シングル CD みたいなやつで多分ああ夏休み持ってましたへえーはい、持ってましただから今言った、えー、とドリカムのやつとか 今大黒摩季さんのやつとかも持ってました、はい、そのシ,シングル CD みたいなやつで持ってましたはいははいえー、はね、はい、その辺の歌歌ってますもんねそうですねたまにカラオケに行ったら歌いますしあの中学生同士、うん、中学校の時の同級生とかとね、うん、久々におうたりとかしたらやっぱみんなその辺歌うんで、うん、全然はいでなんか結構今の若い子とかもその辺の曲聴いてるんですよね あなんか聴いてる子が多いみたいでやっぱ80年代のこう盛り上がってる感じあるじゃないですか<ー>80年代90年代ぐらいの服装にしろ、うんあのね、そういうのがも音楽にしろあるみたいでなんでなんか結構別にその辺歌っても何も思ってない感じですよね、うん、若いでもまも、あ、今ってなかなかこうカラオケがいけない時期じゃないですか今ってはい、はい、それやのになぜか俺かまんコばさんの歌をよう聴いてるなと思う <laughs> 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 アカペラで,でアカペラでよう聞いてるわ思ってねそんな歌ってますかそんな歌ってますねあのー、何やっ,たっけおざけんよう聞いてますね俺はおざけん歌ってますかおざけん歌ってますね <laughs> あれはだってあのね映画の,の映画のサニーが流れからハマりしたわけでしょあれのあの映画にまあまあ好きですねでそれのテーマソングが「お酒の何ていう歌でしたっけ強い,強い気持ち強い,強い,ち強いそうそうそれでそれよう歌ってますわ」って思ってねうんなんかもうバッチリなんですよあの辺がドンピシャのなんか世代なので私は。 あの映画自体もすごいはまったし、うん、であの曲もすごいその当時めっちゃ聴いてたな思ってそれ思い出すんですよねきっとね,ねだからこう酔っ払ったりとかした時にかけてしまう、ね、お酒の方でよかったな思いました、ね、<laughs> タイムリーですね <laughs> <laughs> 相方の方やったらちょっとやばいな思ってねまあまあのだからあのフリッパーズギターさん別に好きですよ <laughs> この前ラジオでけてました、ね、そうそうそうでもフリッパーズギター さんも私は別に好きだった別に関係なしでねお酒関係なしでまああのその何んですかねあれなんて原宿系じゃなくて新宿渋谷系ごめんなさい全然違う途中だ渋谷系ってねよう言われるあの辺の人たちも別に聴いてたので好きなんですよ別に何かがっていうわけではないですけどねフリッパーズギターさんも好きです私は音楽的にはねはい 山さんとちょっとこう前もっていうかここで喋ったとかではないですけどなんかこうなんか音楽作るのとあの人間性ってあんまり関係ないような気がしてしまうんですよ、まあ、そのだから芸術的なことでって言ったらなんかむしろだから芸術ってもっとすごい暗い なんかこう、そうそう <laughs> いい、陰キャな人が作った方がいいもん作れるような気がするというか、私はなんですけど、なんかこう、その没頭して、もう、たりとももう合わへん引きこもって、なんかずっと絵描いてるみたいな感じの、まあ、イメージやから、別にあまり私は芸術を聞いたり見たりするときに、そこまでその人の人間性がっていうのは、あまり問わないし。ね、私は。 ようジャックさん1時間よう喋りますねとかラジオでねよう,うこうなんかまあインスタでもね結構あのこう女性とツーショットとか上げて「モテますね」とかね、うん、なんかこう言われたりするんですけど、ねはい、あのいやいや」と「いや俺こんな中学の時 俺に聞かててあげたいい、うん、その言葉っていうぐらほんまに女子とは喋られへんじゃあ高校の時なうん、うん、高校の時女子とも喋られへんしもう陰キャやったしうん、うん、っていう感じやったんでねはい、はい、その俺がようんか舞台出てんなとかこういうとこで喋ってんなとかほんまに思いますもん最近めちゃ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 陰キャでこうずーっとなんかあいつ死ねえあいつ死ねえとか思ってましたね <laughs>

小山田さんみたいなあんないじめは受けてないですけどうん、うん、なんかね嫌な,いいなんていうんかなお前それどうすんねんっていうねんかあのベルトのねこのわ、うん、ループっていうんですか高校、うん、の学団のベルトのループにね、うん、あて言うんですかあの王の鍵あるじゃないですか、はい、あれをガチャンってこうつけてね<は>取ってくれないんですよ。 はははいいい鍵どっかやってずっとここにあのついてるんですよ山田さんの俺のははははいいいいこれなんやろこれ何遊びかなちゃうよないじめやなとか思ってねどっちなんやろな思ってね「小笠ちょっとこれもう取れや」って言って「ヒヒヒヒヒ」うてね取り寄れへんんですよえそれその小笠の嬢なんですかそれはいや学校の嬢学校の嬢なんですか 教室とかなんかにこうし最後締めるじですよ。へえどういう感覚なんですかよくわからないですけども。何がしたかった。ずっとじつけたままやんこれって。そうですね。一日中。いつ返すんこれこれいつ鍵返してくれんのみたいな。うん。ね。で結局鍵返してもらったん。いやもう返してくれなかったずっとつけたままやったんです。家帰ったんですかそのまま。家帰りました。 えー、だから俺もあのー、もう1一年ぐらいそうそうそうそれであだ名つきそうですよねシドビシャスはあの <laughs> 首輪のところに情をつけてたでしょ、はい <laughs> あ、そうなんですか。あ、そうなんですね。はい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 。ん、錠をつけるんですよ。僕はあの、後ろのズボンのループんとこに錠をつけてましたから。スレッド、私はパンツに錠をつけてます。す、すぐ開ける。いや、開けない。すぐ、はい、鍵。いや、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 いや。鍵あげる。言わへん、言わへん。 <laughs> あれあれあれ寂しん坊の話が <laughs> いやいやうれ<然>いやいやだいぶ寂しん坊の話したからたいいよないいんですかいいですよこ,この中でずっとそのねえあのーや,やっぱりねあのー我慢さんと仲良くさせてもらっててねはい、はい、ある種ねその寂しん坊やな行くよねはい。 あるすそういうとこありますよね。どういうとこですか？鍵がハマってるとこですか？寂しいぼうなとこ。<laughs> あ、寂しんぼうなとこね。うん、まあありますよね。うん、それはまあ皆さんでもあるんでしょうけどね。人それぞれその大きい、まあ量量的にね、すごいめっちゃ寂しがりやな人もおるやろし、うん、まあそうでもない人もおるやろしっていうのはね、うん、あると思うんで。うん そのだからこの間も言ったんですけど、グリーンブックっていうね、映画を見たときに、なんか寂しいときは、自分から手紙を出すんだよっていうのは、すごい私は結構、それも響いたんですよ。うんうん、まあなんか私は結構まあ最近も自分が寂しかったりとかしたら、一緒にご飯食べませんか言うていっぱい送ったりするんですけど、まあなんかそういうのもなんかできないぐらいの時ってあるじゃないですか、人間って。あの、落ちすぎててとかもあるし、そういうときに、 あそう、そうなんだなって自分から出せばいいのに何をこう遠慮したりとか気遣ってなんか出さん感じでおるんかなとかっていうのもあるなと思って思いました、うんうんうん、いやでも<え>あのー、いや寂しい坊寂しいであり、はい、なんやろな、あのー、暴れん坊であり暴れんでもあるな <laughs> うう暴れん坊でもあるし <laughs> 違う違うもうね,そ,れもねそのイメージやめようと思って。はい ほんまにあでも、ね、見えへええ<あ> <laughs> だからもうそのイメージやめようと思っ <laughs> 寂しんぼやりあ、ね、り、はい、ほんまにあのいやなんかねえー、いや女性女性やあのー、な年下やから俺年し、はい、別にその二十歳の子であろうが、はい、例えば俺,俺50なんで、はい、例えば49の1個下の子であろうが、はい、なんか俺の中ではあんまり変わらなくて。はい そのなんかまあ年下やなって、あのー、なんかそういう年下って、まあこれ、差別とかその偏見やけども、そのなんか年下というだけでなんか、あのー、俺の中で可愛い存在になっちゃうんですよね。うんで、別にそれがほんまに、 あのー、あ、この人のなんか年下やなと思える可愛い部分とか探すんですけど。うんうん、まあ、かまんこぼさんにはそういうとこもあるんですけど、うんうん、あの、ある種ね、あの、あ、兄貴肌のとこもあるす、ね。あ <laughs> 私が。うん、<laughs> はい。じゃあ、あのー。<laughs> いや、俺ね、本当にね、はい、こんなラジオ、ここの生放送で言うことじゃないですけど、はい、本当に俺申し訳ないなっていつも思ってるんですよな。何ですか何を、申し訳ないことなんてないです。<laughs> なんかこう、あ、もう。 ここ腹立つっていう感じじゃないですかああまあまあまあ<で>はいはい、はい、もう俺はこう何でお返ししたらいいんやろうなっていつも思いながらねいやいやいやでもいつもこういろんなことでお返ししてもらってるじゃないですかこうやってゲストで呼んでもらったりラジオ記者田さんも紹介していただいたりとかそれはもちろん何がいいですかね やらかしたんですかか誰がが私思ってないらま言われるんからいいいいでですすぐもさんからお誘い受けてちゃんと営業時間中にあるとこ行ったじゃないですか。 そこ,そこでまあ言ったらちょっとねあのお会計の時にかまくさんがドーンって払ったんですよね。ボって払ったじゃないですか。向こうはええー、って言ってるんですけど今日はここはもうあは、はい、ここはもうあのいいですよって言ってるけどいやいやみたいな感じで払,はい、はい、払ったじゃないですか。はははいはい、はい ここうういうとこやっぱ、まあ、あれやなあ兄貴っぽいなって <laughs> 兄貴い寂しい坊であり暴れん坊やなってこう思, <laughs> <laughs> 思っててでもそ,んそんの時って何、はい、てかあのいやかまんこさんかわいいんですよ酔っ払ってもなんかお礼 <laughs> と喋る時はね他の人は知らんよ、はい、お礼と喋る時はあのなんかこう山,なんか山田さんみたいな感じで声もかわいいなってね。 あんまおそうやってるとき覚えてへんからわかってへんと思うけど、<laughs> はい、私この曲好きなんですよとかなんかそういう可愛い,いキャラになるんですよはいはい、はい。はい、ちゃんとやれるやつですね。やれる。<laughs> どっちの意味で？やれる。ええー、どっちの意味でも。<laughs> でもやれる女です。どっちの意味でもやれる女ですよね。キャラをやいてるんですよね。はいはい、キャラというかそうなってはるんですよ。勝手なんて <laughs> ね覚えてないけどね。うん、で。 でで俺,俺はいつもそれを見ながら「あ可愛いなな」ってやっぱかまくこさんのこういうとこ可愛いなーと思って見てるんで、ねはいはい、でポンってこう出しはって、はい、で「あー悪いなー俺も俺お腹いっぱいであもうお酒飲めないから自分ソフトドリンク飲んでたんですけど、うん、自分の。はい でかまんこさんがもうそれドーンと払ってもう逃げるように「はいはいはい」みたいなバイバイ」みたいな帰ったんですよ向こうちょっともらいすぎやみたいな感じで追いかけてきてるんですけどもうそれを振り切って帰っとって「あこれはあかんと」と俺もちょっとかまんこさんにちょっと、はい、あの俺の,払ったあの飲んだ分だけでもあの払いに行こうと思って俺はい、はい、バイクで後ろから追いかけたんですよほんならさっきまで俺に対して次のっ

もう覚えてないですよねそれも <laughs> あれ俺ぶっちゃくちゃ <laughs> えーかまへんかまへんみたいな <laughs> <laughs> ひどいな手,手で払われたもん俺ひどい<俺> <laughs> いやいやひど,いひどくはないけど <laughs> あんに貧乏やなと思って<あー> <laughs> なんでそういうなんかあれなんかな酔っ払ったらそんなふうになっちゃうんでしょうねきっと私ってもうちょっと自分でもよくわからないんで <laughs> なんかあのもうほんまに自分で、ね、自分のことがねよくわからなくなったりとかそういうことがあるんですよ。そよく言われるじゃないですか <laughs> 山田さんにえほんまになんかだから後からそのいろんな話を聞くから。 それほんまに私の話なんていうのがいつもあるんで, <laughs>、うん、でも,もうちょっとお酒もだいぶもうやめていこうっていう <laughs> いやいやいや <laughs> いやもう本当にもうそれをねマックスアルコールロックンロールですからいや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 、まあ、そういう人生を歩んできたんですけど <laughs>、はい、でもまあちょっともうそれはちょっと控えめに控えめにはいしていこうかなとは思ってますねこれからは。 ちょっと今月ねたまんこさんお誕生日迎えられて、はいねまあ、年公表してるんですか、はい、46になったって46になっておとなしくなるんですかそうですね,そうですねだから、まあ、冒頭で言いましたけども、まあ、見えへんかったらいいんで <laughs> <laughs> 見えへんように <laughs> <laughs> 見えへんようにするんです <laughs>。と <laughs> <laughs> いうことはやってないように見えるようにするってことですよね。<laughs> 世の中それで回ってる <laughs>。<laughs> そういういいこことを最近気づいたんですよこの,、はい、この年になってねちょっと気づくの遅かったな思うけどこれ20代で <laughs> 20代気づいてたらねもうちょっとなんかちょっと違う感情人生なっとったかなと思いますけどね。いやいやでも小林圭太郎にしてもラーメンズにしても、はい、あ,あ,れあれきっかけにもうあれはなんかオリンピックを反対する人たちが、はい、オリンピックを中止させようと思って荒探ししてあの過去にこんなね。うんえー 虐待の,のネタにしてましたよとかナチス・ドイツのはネタにしてましたよとかそういうことを、えー、こう掘り下げてね持ってくるじゃないですかでもそれを例えばこのままでもオリンピックが終わって普通の平常時になっても。うんうん そのもう昔のなんていうんですかあのこんなん言ってましたよ的な荒探しをうん、うん、どんどんこれからもそのふそのなんか悪い習慣だけは残ってうん、うん、されそうな気がしてきてねもうオリンピックとかおわ特に終わってんのにこのこなんかこうなんとか賞ようとかと例えば。 取った人たちが、この人ら昔。こんなひどいこと言うてましたよとか、昔のインタビュー雑誌とか、引っ張り出されてね。そんななんか、嫌の時代になったなあと思って、ね。うん、なんか金メダル剥奪しましょうかみたいなね、もうなんかなったりとかしたら嫌、ね、いやですよね、本当にね。んな,んねなんか、まあ、そういうのこう。受け止めれないというか、<laughs> クリーンにしよう。 でクリーンが何がクリーンかわからないんですけどそういうになってくるといやそんなんでもねまあうん、うん、俺も50ですやんそんなん生きてきたら誇りなんかなんぼでも出るわと思っそうですねうんぶっちゃけなんぼでも出るしねうん、うん、そういうもんちゃう人間って、うん、それそんなほじくるみたいな。人間らしい さというかその部分になるんでしょうけど人間らしさをどこまで問うかっていう、うん、そのだここまででいいよっていうなんていうんですかねその基準が最近見てたらもっとあの人間って深くて、うん、なんかこういろいろあるもんやと <laughs> 人間らしさってあるもんやと私は思ってるけど、うん、なんかそこがこう。 意外に何か浅い部分でもういいよみたいなこれ以上はやったらダメ見えたらダメみたいなっていう状態にまあ今後なっていくんでしょうねね、うん。それがいいかどうかは分からないですけどでもまあ世界はそのように回っていってるんじゃないかなとは思ってますけどやばいじゃないですか我々いやいや私も全然見えないようにしますから見えないようにそのあの時代には乗っていきますから <laughs> うまいこと乗っていこうかなって思ってますからね,ね、うん、あれですよああもう一個言うんじゃないですか「あのすか時をかける少女」じゃないですかもう, <laughs> もういいんですかもう,もういいかなおね <laughs> <laughs> <俺>もういいですかなんかあのーはい、ねいや多分ねみんな、あのー、玉んくぼさんのことみんな好きなんですよいいいいいやいやいや みんなおきれいですねとかはあ、はあ、そういうの着てますよマジですかありがとうございます、うん、ちょっと実物見に来てくださいぜひ <laughs> ほんまに綺麗やったかそう見えてたかちょっと見に来てください <laughs> 変顔するしね変顔カメラ向けだねずっと変顔してますね ねえはいマッチングアプリで会った男の子に「写真送ってよ」って言われたらめっちゃ変顔のやつ送りますほんだからなんか「変顔ですやんわら」とか書いてくるんですよ「<ー> <laughs> いやそう?」って言って違う普通の顔をまた次送るんですよ、はい、だからなんか「あ変顔じゃなかったんですね」みたいな感じの悪い遊びをしてる <laughs> それね、はいでも見えへんかったらええじゃないですか <laughs> いや悪い遊びしてる言うてるやん <laughs> <laughs> そうそうそう世の中だから皆さんあれですよ見えへんかったら大丈夫やから見えへんようにやったらええんですよ多分 <laughs> そういうことなんですよ、ね、きっと、うん、そういう時代になるしそういう時代をこう作っていこうとしてはるからそれに乗る方がいいんかなとはまあまあでもねまあまあ言うても。うんうん 今、ガンガンに例えば今、ほんまに、ねうんうん、10代とかねうん、うん、今から、こうなんかちょっとそんな10代とか20代なんかちょっとやんちゃなことしたい時期じゃないですか。はいはい ねうん、そんなんが今の世の中許してくれませんからねそうですね全然そういう子見ないですね、うん、みんな何してる何趣味なんて言ったらアニメとかネットフリックスとか、うん、アマプラとかなんか音楽聴いたりとか、うん、なんか家でこう結構こもるようなことが、うん、やっぱり10代20代の子は多いように、うん、そ,のそれこそ私が言ったさっきのサニーみたいな、うん、みんなでなんかこのあとんか遊びに行こうぜみたいな,、うん、なんかじゃあ5人ぐらい集まってほんじゃあの。 マックでめっちゃなんかワイワイ騒いでるみたいな感じのとことかもあんま見ないですよね、うん、なんかあのまあまあその、まあ、集まったらあかんっていうのが一番大きいか今はねコロナ禍やからっていうのはあるかもしれないですけどでもなんか23人とかやったらいけるのに23人で公園でわ,わちゃわちゃしてるとかバーとかやってなんかこうそんなん見ないから、うん、でもそういう中でこう そそれこそなんかまあ寂しい者の話とかじゃないけどそれこそ時をかける少女もまあ高校生ぐらいの話やからそ,のそういう年代のコーラってそういうことで遊びから学ぶことというかなんかこう人間らしさみたいなのが培われていくような気はするけどまあそこがなくなると結構それこそ,そのまあ言い方悪いけどちょっと浅い感じのクリーンな人間が出来上がってしまうっていうのはちょっと。 私の中では心配かなと思いますけど、ね、はい。そういうコラをね、うん、ちょっと、はい、遊んであげようかなっていうことですよね。まあその遊びと <laughs> <laughs> 違いますけどね。<laughs> あの、まあす、ね、ちょっとクリーンな言い方すると、うん、あのあれですよ。うちのスタッフには、はい、そういうふうに、はい。 なすからいい、はい、そうそう若いコーラを雇った時に、うん、まあ今もね若い子働いてますけど、うん、そのコーラをご飯連れてってあげるとか飲みに連れていくとかまあ私みたいなあのボスがおるわけやから、はい、そのボスの,あの世話せなあかんみたいになるわけですようちはね。うん、でもそのそういうのって培われるんかなとかちょっと。 だからボスやからするとかじゃなくて人に対して人間らしくこう接するみたいな,だからなんかコミションみたいなね子がなんか私らからするコミションみたいな子が増えていくんじゃないかなとはちょっと思ったりしますねまあなんかもっと言ったらなんかちょっとロボットみたいな感じの子 AI みたいな感じの子がなんか。 いっぱい出来上がったらどうすんやろうなとかっていうのはちょっと思いますけどね。うん、何、うん、でもそれをね。今なんか上の人がそういう風にしようと思ってやってるとして、上の人も結局そのもうちょっと年取って、そういうコーラばっかり出来上がってしまったら、きっと生きづらいと思うんですけどね。うん、うん、だからもうちょっと自分らも人間なんやからに。 もええ AI もっていいんやけどその若い子らもなんかこう自由にさせてあげれるぐらいのうん、なんかねとはちょっと思ったりはこれは私の個人の,あの一個人の考えなんですけど。だとだからそれを実践してやってはるじゃないですか。 うんもう私がボスやからねうちはだから知らないですけどあのね、はい、若い子遊ばしてあげてるじゃないですかあまあねだってうちはだって私が飲んでてああもう私のなんかこうおるんやろうなってうちのなんかこう近所の店で飲んだりとかしてたらね、うん、その子が休みの日とかに行ったらなんか,かさ雨降ってきたから傘持って行ったらなあかんなみたいな感じで勝手にね、うん、来てくれたりとかするんで、うん 別に頼んでもないのにそんなことできるような子しかいないというかそれはでも私が多分至らんところがいっぱいあるからそうなるんやと思うんですけど至るちゃんとしたあのボスやったらそんなふうにはならんのちゃうかなと思いますけどだからだからそうなんですよ AI に教えられた子は絶対 AI みたいになるんですそれがボスやからっていうだから上の人がそうだって上の人がそうしようと思ったらその頃はそうなっちゃうからちょっとなんか。 もうちょっと人間らしい人があのおった方がいいんじゃないかなと、うん、ダメダメな人間の方が反面教師でよくなったりとかする場合もあるから、ねうん、なんかその辺はちょっと、うん、もうちょっと考えてほしいなと思いますなんか,、ね、なんかい,い,いい意味でですけど、はい、まあなんかこうオリンピック俺あんまり見てないんですけどうん、うん、たまたまこう情報入ってきたらすごくなんかこうあのー。 このオリンピックからか日本人はっていうぐらいなんかこうあのー、な,んなんていうのかな、うん、ビビれへんじゃないですかもう今のコーラーなんかある種なんかちょっと AI っぽいって言ったらおかしいけどそうですね。だからなんかめちゃ筋取るなーってねうん、うん、でその後のなんかこう優勝インタビューとかしたらうん、うん、なんかで、ね、すーってしゃべってるんですよなんこうかね。うんうん なんかあの辺が、なんかあもっとにに日本人ってなんかもっとプレッシャーにほんま弱いはずやしうわ、緊張とかそでうん、うん、なんか本で普段ね練習試合とかやったらすごい成績やのに本番、オリンピックとかの舞台ではメダル逃したみたいなそんなんがなんかぽいなあと思うんですけど緊張しいでね。なんか この大会ぐらいから日本人すごいじゃないですか,かめっちゃすごいですね。なんかもうスーンってほんまになんか世界の日の木舞台と一緒に戦ってもなんかもう全然みんな一緒でしょみたいな感じで何人緊張するんですかみたいな。そこは頼もしい反面なんかうん、うん、なんか,なんか俺とは違うみたいなね。なんか俺やっぱり緊張するしみたいな、ね。わかります。なんかもうあの。 昔で言うというか、まあ、新人類っていう。ね。そうそうねやつですよね、うん、きっと、本当に。うん。20個ぐらい違ったら、やっぱり、なんか、ほんまに、あ、感覚マジで全然違うなって思いますね。うんうん、あの、話してても、うん、うちのお店とかもそうですけど。うん、でもまあ、そうじゃない子も全然おるんですよ。まあ,まあ、もちろん中にはおるんですけど、でも、 まあ感覚的にもまず、まず違う。うん、なんかこう、あ、そっか、みたいな。うん、なんか逆にこっちの方が教えられることがあるというか、うん、あそういうふうに自流が流れてるんだなっていうので、うん、あそういうふうに新しいことが進んでいってるんだなっていうのを教えられることはありますけどね、うん、私は。うん、うん。まあじゃあミーハーなんで、はい、だから、結構そういう新しいことが好きなので、うん、あの結構そういう、なんていう、その子らの 意見もちょっとと取り入れることは可能なんですけど、はい、私らサイドになるとかこれをなんかこう頭固くなってきちゃって、うん、何本もこうその子らが言うてることなんてもう受け入れられへんみたいな人っていっぱいおるじゃないですか、うん、まあそれはちょっと微妙にちょっとこう何てう摩擦を生んできちゃうんかなとかは思いますねだから若い子と私らみたいな世代がちゃんと喋れなくなるというか、うん、それはあんまりよくないかなと思ってるので、うん、なんか。 あのできれば架け橋になりたいかなぐらいです。 架け橋に永遠の架け橋になってるんかなで私を私のこの架け橋を継ぐ若い子も出てきてほしいんですよ私も,もうどんどん年取るから, <laughs> からもうほんまに分からんくなんで40個くらい違ってきたらさすがにもう何言ってんやろうなっていうふうになるんやろうなって <laughs> 架け橋が長いけけ橋にななるだけでで、えー、そうなんですか、ね、なるべくこうちょっと新しいことを取り入れていきたいんですけどやっぱりすごい子はすごいですからねうん。う もう追いつけないぐらいの子ももちろんねいらっしゃいますからうん,うんとは思ってますね<え>、はい、ええど。どんなあのー、あれですかまあ言ったわ,わ若い子ねはい好きじゃないですか <laughs> はい <laughs> <laughs> いろんな意味いね、いろんな意味でですよ。はいえいはいはい<え>はいい子はいはいはい もう偏見きますけど、はい、若い子200人いったっていうの、200人も行ってないですけど、あいや違う、200人いってないですよ。別にあの若い子200人いってないです。普通にあの、行って行ってい、いってないです、よ、いってないですよ、ない。針動いてますよ。いいないないで、そこを見えへんから。<laughs> はめられてる感じになってます私 <laughs> 200人みたいな感じになりますよこれもう見えてるからそう <laughs> いや200人はないんですけどまあまあ,あの普通にあの仲良くは,良くはさしてもらった子は多いと思います仲良くはさしてもらったことはありますよねそらね<え>うん、うん なんですか,わっわからんけどそのまあちょっとその話したら、はい、その,この40代のだから女性まあ私46ですけど、はい、まあ今この40代とかまあこの以降の、まあ、50代、うん、60代の女性とかの、はい、なんかよくうちの,その番組でも言うんですけどその性欲的なもんとかの話をすることもあるんですけど、まあ、まあ男性は結構やっぱり40代ってこう下がってきちゃう年代に入るじゃないですか。女性はよくやっぱり こうね、上がってくるって言うじゃないですか。だから、どうなんやろうなとかは思います。私がおかしいのか、周りがおかしいのか。まあ、上限の鬼ですから、ね。<laughs> 上限の鬼じゃない。<laughs> 若い。 男ばっかり食べていやいやいや上限の鬼になってますから上限の鬼もっとほんならもう <laughs> あの上限の1ぐらいまで目指したいですよ <laughs> なかなか首切っても死ねへんから、ね、<laughs> 上限の1とかになったらもうでも多分すごいと思いますよ、ね、でまだ出てきてないんやろうか多分多分ね,ねそうですよね、うん、出てきてるけどあの物語になってないか最近ねでもねまあ言ったらあのー、まあ四十、えーはい、代のえっ、はい とかの女性とこれめちゃめちゃなんかね喋っててあの相性がいいつっ,ったおかしい楽なんですよ、ね。で僕地元に結構ねあの主婦の友達が増えたんですよ。で、はい、こうたこ焼き屋さんとか,とかねはいとかでね巻いたらこう 喋ったりするのはね、すごく楽しいんですよね。そこにはでもね、あ,あのさ。エロ話とかはするけど、はいはい、そういうその、えー。肉体的なエロの。は,いあのー、は醸し出さないですよみ。みんななんか、みんななんかこう、本当にね。中ほんまに、その心は中学生ぐらいの感じでね。喋、はい、りやってますよ。 えまあ、私も寂寂ししんんでですすけどね寂しん坊です今日も僕、はい、僕とあと主婦2人とちょっとこうたこ焼き食べながら喋ってたんですけどねもう言うともええ年ですよみんな大体同じ。 うんうん、何の話してたかってったらずーっとカメの話してましたからねカメ<亀>ゼニガメとミシシッピアカミミガメっていうミドリガメの違いをずっとこうあのゼニガメとだからミドリガメの話を延々こうし,してたんですよ3人で3人で<ー>これ何やろうなと思ってでも楽しいんですよねんんね楽しいんですよ あど,ううん、どうやろう私でも昔から多分二回目の話をするタイプではない20歳ぐらいの時からあのなんかこれよくだから、ね、私の友達とかに今でも大太たら言われるんですけどなんか結構私ホン結構ビジネスの話とかするんですビジネスの話が多いみたいです。だから なんかこう、その時から、その、私の友達たちは、だからなんかそういうビジネスの話か、もうほんまにくだらんアニメとかそういう漫画の話か、あの、たわいもないそういう話を、あの、してるって言ってますね。酔っ払ったりとかしたらね。うんなんか、うん、そうですね。あんまり、 亀の話はしな、ね、い。<laughs> まあ、あね、若い男性の違う亀は好きでるんでしょう <laughs> いやいや。違うか。鶴亀鶴亀言うとこうかなと。はい、えーはい、ということで、一時間今日はたっぷりね。はい。えー、こう、上下の二の話をさ <laughs> さ,さしてもらったんですけども。<laughs> <laughs> 上今週また土曜日、かまんこのつぼつぼ、次あるじゃないですか。はい。それはテーマは何ですか。全裸監督のつぼ。<laughs> 次は、はい、やっと、あの、七月三十一、七月、七月最後なんでね、これ温めてきたやつなんで、やっていこうかなと思います。はい。はい。いや、なかなかあれですね、あの、まだまだ深いですね、カマンクボさんは。深いですかね。思いますか。人間らしいですよね。人間らしい。鬼らしいですか。あ、上下の鬼らしい。ということで、また来てください。はい、ありがとうございます、カマンクボでした。 <laughs> いやあのー、なかなかねああのあこう時代時代か時期的にねなんかも,もっとなんかむちゃくちゃ言うたろうかな思だけどあのー、今なんかその辺言われそうやからね結構あのー、タイミング見計らってねその辺の話,の話の話題をしながら喋ってたんですけどもなかなかねやっぱり深いですね。 えー、まだまだ誇り出てくるからね、あの人はね、あのまたゲストに呼びたいと思います。<laughs> さあ、えー、この後は、えー、藤沢ゆうにゃんが、ね、ゆうにゃん、生放送、で今日は生放送ですよ、皆さんお楽しみにしてください。それでは、山、え、田、ーま、ジャックのお疲れでまた来週です、お疲れ様でした。